皆さん、おはようございます。ダイのミャクルボイ人事の仕事の目的、その3つは、あの、優秀な人材の確保と適材適所の配置、人を育てるフード作り、成果の評価に持それにも報いる仕組みの運用です。確かにコスト削減、人件費は必要です。確かに大変なもんでございます。はい。まあ、スケジュールも大変でございます。あとは様々な手段としては、ハローワーク、あとは学校、まあ、企業セミナー、 民間職業紹介、新聞広告、求人誌、インターネット、えん募集などいろいろですね。まあ人材、どのような人材か、無料であること、有料、コストがかかる可能性あるので要注意を。はい。あとは入社の手続きも確かに大変です。応募先、まず出して、決定して、届け出、そしてその確認、書類審査、試験、面接。あとはまあ内定、そして通知、労働条件の確認、入社日受け入れ体制。 そして確認などを行い始まるんです確かに提示するのもいろいろ大変だし賃金に対しては通貨直接金額毎月定期払いいろいろ差によって全然違います取り消しの場合犯罪行為とか原稿悪化によると解雇に当たる可能性もあります簡単そう簡単にはいかないもんですはい労働明け社法確かに可能な期間は原則3年間最大で6年間可能だそうですはい まあ、いろいろ労働基準法については、後ほどお話し、まあ、今すぐお話しします。確かに条件は十一つあります。監督の責任によっていろいろです。はい、いろいろ対策しなきゃいけません。就業規則は、まあ、前もお話ししたので、ここは飛ばさせていただきます。確かにハンドブック、ガイドラインが大事でございます。というわけで以上です。バイバイ。